なんか最初に設定せないかんらしいわ。そうな、うん、水の硬さを測れと書いてある。ほう、おう、ということで皆さん、はい、こんばんは、こんにちは、おはようございます、おはこんばんにちは、はい、来たよ、来たな、このなんかカフェマシーンの方がね、来ましたので、はい、何でもそうだけどマシンはテンション上がるな。そうだから、何でもかんでもそうなんや、まあおもちゃないよ悪いけど、ね、ただの機械好きという。そうで、まあいろいろあのなんかしようかと思ったんですが、はい、まあこれはね、あの開け始めるときに俺がするよりもあの相田さんと確認しながらやった方がいいなと思ったので。そうだよ、俺に説明書読めっていう説明書渡してくれほら説明書読まんと壊したらいかんけん、ああじゃあ先に説明書を読んどってもらおうと思ってね、大丈夫、はい、3ページまで読んだ、いやだ、オッケーオッケー、じゃあいけるな、はい、ということで最初にまず何をするのこれ。なんかな、水 の、うん、あの軟水とか硬水とかあるやん、まあ、多分軟水だと思うんだけど、それを測定して、まあ、なんかを入力しろって書いてある、うん、水の硬度を測ることができる、むしろなんかそのテストがするあのほらリトマス試験紙みたいなのがある、試験紙みたいなのついとる。へー、こだわりやなやっぱり。いや多分な、それで、うん、機械の中にカルシウムが溜まってくんやって、だんだん、はあ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 、でその何回出したら清掃しろみたいな設定をするだけやと思うね。へえ、あの何期あの、うん、酸っぱいクエン酸か、クエン酸でたまに洗わないかんねんって。なるほどな、はい、そうなんですね。ということでじゃあその設定をしていきましょう、はい、やってきます。冷蔵庫もなんかシュッとしたん来とるやん。あ、そうよ、ほらなんか黒い方がかっこいいやろ、うん、ぽいやろ。何入れる、いや分からん、今からとりあえず俺は買いだめしとるモンスターでも入れとこうと思う。モンスターか、そうよ、モンスターでも入れとる。あれちゃん、ビンコーラとチェリーを入れよう。あ、そうそう、ビンコーラとビンジンジャーとか、そうそういう系は入れとこうと思う、うん、で、なんかここにこうなんか栓抜きぶら下げて、栓抜きぶら下げて絵描いといて、うん、でなみたいな感じでやろうと思っておりますので、はい、まあ、ちょっとずつ進めていって早くね、僕はあの送っていただいた豆を使いたいので、じゃあとりあえず設定をして、はい、コーヒー飲みましょう。はい、はい、お願いします。というわけで、はい、初期設定完了です。バッチグ、はい、ということで、あのこの間ね、はい、あのいただきました、ね、はい、この豆ちゃんを使っていこうかと思うんですが、はい、とりあえずよくわかんないので2つあるやつの1つにします。いや 2種類分あるやつっていうことでね、はい、このトワルコトワルコトワラージャって書いてます、はい、ええやつやで、多分聞いたことある。品質の証トワルコ、うん、トワルコトラージャは標高スクリーンサイズ欠点数の全ての項目に世界の高品質コーヒーに適用されてどったらこったらすごいぞって書いてます。はい、はい、じゃあこれを入れましょう。お豆入れちゃってください。あ、もうそのまま立っていいじゃないですか。うん、もう横の方な、はあ、もうすでに匂いがするコーヒーですから。はい、いや、やっぱり匂いがいいな、やっぱり。あ、だって入れるとかわいい。大体一袋分やっぱ入るようになってますね。雑性格が出るやろ、うん、こういう作業させると。あ、まあ、いいやろ、はい、はい、はい、オッケー、出してください。はい、スターがこれですか。はい、はい、できました。で、うん、多分もう、うんうん、ウォームアップできたんで。マジで出るやつ。うん、うん、どうぞ。じゃあ出します。マイカップを、マイカップをスノーピークさんやで。おう、これアメリカで買ってきたって言って。アメリカでスノーピークを、うん、そうなんや。
なんかアメリカのアウトドアショーに行った時に、うちのあの何あのウェブを今やじる人が買ってきてあげるわっつって買ってきてくれたみたいな。すごいやん。タイタニウムでないですか。そうタイタニウムですよ。はい、でどうする感じですか。こっちのこれがエスプレッソで、はいはいはい、こっちが、はい、あのコーヒーで。あ、ね、これはこれですか。はい、コーヒー。めっちゃゴリゴリよ。コーヒー屋さんの音はするやん。こっちなみに1杯目やけん、はい、初めての1杯目やけん。おお、だってコーヒー屋さんの匂いがしてきたよ。まあええ匂いするやん。うん、なんか残尿感あるけど、あ、出てきた出てきた出てきた、あ、なんかちょいちょいちょいって出てきおるっす。うまや。あら、おお、えー、なんかあれなんですね、僕の中のイメージではもうなんかもっと、そう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 、ビヤーっと出るんかと思ったら割となんか丁寧な感じ、丁寧な感じで出てくるっすね。あ、すごいじゃないですか割と。あ、ほらもうなんかカフェの匂いがしてきた。うまいな、うん、でもなんか豆の量とかあんなんを調整しろって書いてある、はい、ここのこのつまみで回すと豆の量が増えて、うんうん、濃さをお好きなお好みでやってくださいねと。あ、これでも毎回変えれるってことかな。そう、あ、じゃあ俺はとかいう設定が可能なんてな。そうそうそう、あのだけど多分勝手にみんながいじくり回すと、そうやな、うん、標準のところをやっぱり やっとかないかんやつやな。そうですね、はい、できたできたっぽいっす。はい、ということでできました。はい、もうなんかちょこん入ってるけど、まあ、マグカップやけんな、まあ、こうマグダブルで入れた方がいいかもしれない。ちゃんとしたコーヒーマジですか。いきますよ、はい、あ、コーヒーやな。あのごめんな、あの食レポ屋さんじゃないけん、あのちゃんとしたやつはできんけど、うん、コーヒーやね。コーヒーっすか。はい、あのね、ちゃんと出てますか。あのほら、あのなんていうの、何、あのネスプレッソとか、うん、あのあとは何やろ、あの何ドルチェみたいなのも全部そうないけど、はいはいはい、あれ系よりも、うん、よっぽどあのなんていうの、ドリップでちゃんと自分で入れたコーヒーに近い。そうなんや、ね、へー、ほんまに、うん、全然ドリップに近い。近いんですか。近いです。じゃあいいじゃないですか、はい、じゃあカフェ林第一歩。いや、ほんまね、うん、ということでじゃあソーダさんの方のとかにも入れて最後ちょっとみんなで試飲しながら実験していきましょう。はい、ではまんまと引っかかった子羊が一人。はい、どうぞ。子羊さんどうですか、コーヒーは。コーヒー美味しいですよ。そうやろ、うんうん、まあ、今はなきゃ今回な初めて導入してみてで割とやってるけど、まあ、なんか分かりと本格的なのができるよな。美味しい美味しい美味しいよな。この豆がなんかな高級な味がする。そう、なんかあのなんていうの、香りが紅茶っぽい、うん、そうやね、うん、最近流行りなんやろこういうやつ。そうそうそう、軽めのコーヒーでこの紅茶っぽい香りがするのは、うんうん、あのね、だっけ、うん、スペシャリティコーヒーってやつやな。そう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 、うん、なんか流行りらしいっけ、はい、そうなんよ。なので、まあ、一応ね、はい、これであの飲んでいただけたら、はい、だけこのカップを持ってうろうろしょったらセーフ。セーフ、うん、話を聞いてもらえる。そう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 。持ってなかったらどうなるの？持ってなかったら多分ちょっと何言ってるかよく分かんないです。何しに来たんですかっていう多分オーラを出す。まあとりあえずお前コーヒーでも飲んでこいって。そう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 。この辺にこうなお賽銭箱置いとくけ。あ、チャリンってこうお布施ができる。じゃあ中尾ちゃん200円入れてください。そうそう。有料やけん。有料っすか。この辺になんかちょっと紙棚つけとってお賽銭箱置いとこうか。ああ、どうよ。ええー、やん、ね、やろ、うん、うん、な、今度はもうあのほらなんていうの、ほら今いろいろうるさいけんこうちゃんとこういうのってあれやろ、はいはいはい、これなんか飲食提供とかになると困るやろ。そうそう、ああ、あ、そんなんあるんや。そう、あ、面倒やるけん、ね、もうお賽銭箱置いとって、うん、なんかようわからん神様こう作って置いとっけ。大林神社。そうそうそう、そこにこうチャリエンジンの神様。そう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 。
ていう風なスタイルでいこうかなと思っておりますので、はい、まあ、ということでね、うん、実際こうやってご提供ができるようになりまして、まあ、豆の方もねいっぱいまだストックの方がございますので、ございますね、はい、まあ、しばらくの間はね、うん、まあ、この豆の方とか使いながらね、まあ、いろいろできたらいいかなと思っておりますの で、ぜひ皆さん飲みに来てくださいまし、お客様もね、はい、そうよ、提供品、有名コーヒー店のマスターさんもおられるんで、あ、そう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 、だっけ、日替わりマスターできるしな、この豆はのそう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 、うんちくも語れば、そう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 、そうなんですよ、はい、ということで、まあ、こんな感じで着々とね、皆さんが来ていただいて、うだうだ言えるような空間作りを、まあ、進めておりますので、はい、まだね、機会がございましたらぜひとも寄っていただけたらと思います。ということで今日もありがとうございました。ではまた、バイバーイ。